野村の組が近づいてきた。両者勝ち進めば今村との直接対決はセミファイナル。ここで負けるわけにはいかない。与一対抗馬の本命野村登場。対戦相手の今村は決して相性の悪い相手ではないが、結末は野村健が遠いはどういう走行の、タイヤバリア、まともにその速度減速なく飛び込んでいきました。野村健かなり無残な状態、フロント部分スカイライン相当な勢いがあったということを物語っております。まともに正面から飛び込んでいきました。でもね、飛び出しがね、マスター以上の飛び出しでしたね、角度とスピード。いや、これはちょっとまだ降りることができないという、まともに当たりましたからね、かなり衝撃はあったということだと思います。野村気負いすぎたが、まさかの結末に場内は静まり返る。謝りたいって悩まなきゃ。野村としてもここはもう体が動けないという状態で今担架に乗せられていると。あ、でもなんとか、まあ、自力でなんとか。大丈夫ですかね。あ、大丈夫ですね、なんとかね。いや、でも早く連れてってください。はい、野村健選手、この拍手は聞こえるはずです。大丈夫です。今年絶好調の高山とお祭り男織戸の対戦。興奮高まる織戸が車内で気合を入れ直す。乗ってきたぜ。岡山では準優勝、しかし昨日は走ることができなかった。その思いを今日ぶつけます。織戸学。さあ、高山が飛んでくる。そして織戸が飛び込んでいこうというところ。オリゾのスピード速いですよ。速いですよね。新座席前から2コーナー、はい、今の当たったところ音を流されてるところじゃないですからね、行きたかったんでしょうね。しかしこれはもちろん当ててったというところで、全員大きなアドバンテージ、高山健二です。さあ、オリゾ学ぶ、前回で降りてくるところ、高山健二、角度はオリゾ、角度はオリゾ、そして高山健二が本目は若干折り戸ですが、ベスト8、高山健二、逆転はなりませんでした。最近復調してきた川端に対するは、シードが板についてきた魔人ときた。最終コーナーの飛び出し、川端が来る。そしてときたが、さあ入っていきたい角度で、川端、ずっと川端が角度をつけていく。そこにクラウンが、クラウンは入れない。上に角度がありながら、川端その後ろからクラウン、ちょっと入ることはできなかった。全員アドバンテージ、川端雅人になります。さあ、川端、クラウンのその横にぴったりと食らいつくか。まずはクラウン、そして川端、クラウンがいい。ここはクラウンが悪くない。しかし川端が来た。さあ、川端が入っていこうというところ。ここで入った、ここで入った、はい、そして引いて入っていく。出た、川端雅人、見事、はい、これは近い、ベスト8進出、川端雅人。え、陽一だろうが誰だろうが、空気を読まずにいきます、はい、で、みんなに高橋君ありがとう、高橋君ありがとうってこうみんなにこう握手されるぐらいいきますよ。有言実行なるか、ストップザ陽一。1番手は高橋邦明。
今村の車にどれだけ近づけるか。さあ今村が逃げる、そこに高橋が、高橋が近づいていきたい。どうだ、しかし入れない、ここは入れない。いやー、後ろに回った、後ろに回った。まあ大きな差はないんですが、全員 5.5、 今村陽一アドバンテージ持っていきます。少しでも抵抗を見せたい高橋邦明が来る、はい、しかし今村が近い、今村が近いところ、うまい、これはうまそう、うまい、ビタビタビタに入ってった、うまい、これは見せた、決定、うまい、ベスト8進出、今村陽一、うまい、うまい、うまいわ。8組ね、一番最後だったんで、まあ、周りの状況もよく見てたんで、まあ、様子見て、まあ、冷静に戦いました、よかった。